滋賀県ラコリーナ大見八幡の屋上緑化屋上緑化とは建築物の断熱性や景観の向上などを目的として屋根や屋上に植物を植え緑化することである。同様に建物の外壁を緑化することを壁面緑化という。環境問題への対応を迫られる現代において暗出された手法と見られがちだが屋上庭園や草に覆われた土屋根、ツの絡まる壁を持つ。 建築物は各国で古くから存在する。日本でも古来、夏には氷炭やヘチマの緑因で家屋に漁を呼ぶ習慣があり、また、極寒の国では屋根に生やした草が断熱材となり、寒さを防いだ。屋上緑化を行う、主な目的には以下のものがある。なお、デパートなどにおいて設けられる。 屋上庭園は、その設置目的が蒸気とは異なるので、屋上緑化と呼ばれることは少ない。また、イメージの向上に用いられることもある。屋上庭園に必要な技術は、植物の蒸発産機能で、冷却効果が望める植物の植栽、建築物の六屋根と庭園の技術であり、メンテナンスの効率や、構造上の対策など、特別な対策も必要である。 いかに、屋上庭園において注意すべき点を挙げる。また、屋上緑化志向技術者の資格としては、屋上緑化コーディネーターがある。現在、それぞれの項目について、技術開発が進んでおり、選択の幅は広がってきていると言える。しかし、行政の推進はあるもののコストは、まだまだ高く、建築基準法の過重制限があり、実際に設置するには、 大幅な改装が必要になる場合がある。日本ではヒートアイランド緩和を研究目的にした夏の測定値を使っているものが、ほとんどで植物種についての蒸発産量の違いを論じている、研究論文は少ない。蒸発産量、蒸発産速度は、総本、木本など、植物の種類や特性で大きく異なる。また、植物の生育環境機構条件、さらには、 土壌や基板自体に含まれる水分量に影響を受ける。猛暑の都心のビルの表面温度は摂氏70度にも達することもある。そもそも植物の有無に関わらず、乾水により、顕熱フラックスが小さくなり、周辺空気の上昇を抑制する効果が得られる。屋上緑化の始まりは、紀元前600年頃の古代メソポタミアのとバビロンの空中庭園と言われている。 これは新バビロニア王国のネブガドネザル2世が首都バビロンの王宮のテラスに築いたと言われている。日本における近代建築の現存する古代の屋上緑化の事例としては昭和9年に作られた朝倉調査館がある。これは調査家である朝倉文夫が自らのアトリエを設計、改修した際に屋上に設けた庭園である。戦後、屋上緑化が 本格的に行われ出したのは昭和30年代後半からであり日本橋高島屋、国際文化会館などが有名である日本橋高島屋における屋上緑化はデパートでの屋上緑化の先駆けとなった事例であるこれ以降デパートの屋上はよりフリーなスペースとして買い物をしに来たお客様に対して開放される形で盛んに利用されるようになる京都府庁 第2号館屋上芝生公園は地球温暖化対策に禁するヒートアイランド館は省エネや都市基盤環境の改善、保全に効果があり、また、府民が自由に楽しめる屋上緑化空間を環境保全意識と緑地拡大意識の公用を目的に先導的モデルとして、府民や公募による共産事業者が協力して誕生した。芝生公園のメンテナンスは、 区民ボランティアが行っている。アクロス福岡ステップガーデン建築家、藤森照信は、屋上緑化の概念を広げて、作品性の高いタンポポハウス、ニラハウスを設計した。これらは、一般的な屋上緑化のように防水や防音が、明快になされたものではなく、建築物への規制という形での緑化を試みた例として、注目を集めた。勾配屋根に、 タンポポやニラが壇上にある住宅建築である。ニラハウスは屋上にあるニラを付けた屋根越しに屋内から観察できる。その旅立て、設計事務所のメカミヤマの緑化住宅群、スタジオジブリ関連会社が入る草や、岩木風車村、大規模なものとしては、アクロス福岡のステップガーデンや、実験集合住宅ネクスト21、中規模なものとしては、 空のガーデン等がある。東京都では2001年4月より、東京における自然の保護と回復に関する条例において、一定基準以上の敷地における新築、増改築の建物に対して、その敷地内への緑化を義務付けている。これは事実上の屋上緑化促進となっている。兵庫県、大阪府、京都府、埼玉県でも同様の条例が施行されている。 自治体が屋上の緑化を推進させるため地域により女性制度を設けている。主に都市のヒートアイランド緩和と省エネルギー目的を趣旨に実施している。2008年から緑化の質をより厳しくして女性目的に整合する冷却効果、断熱に有効な工法が優先された。さらには下水口氾濫防止のため集中豪雨を緑化場所で 多く保水する土壌の保水定量を精査し、審査基準を高くしている自治体が増えてきている。また、地域の住民に女性対象量化の利用を可能にすることを条件の一行にした女性もある。横浜市、北九州市では女性対象植物にセダムが含まれていない。各自治体では関係研究機関、または有識者などから、 屋上緑化拡大の意義に適合する最新の屋上緑化技術情報を収集して環境保全に役立つ技術に税を拠出している。屋上壁面緑化は主に環境保護の観点から日本においては1990年頃より取り組まれるようになった。当初は技術的困難や維持管理コストが障害となり、地待したが東京都の条例など地方自治体が 積極的な推進を図ったことから需要が拡大し、技術革新やコスト減を招いて、普及を促した。2000年から2005年の期間に、全国の屋上、壁面の緑化面積が約10倍になるなど、大企業や交換庁の建物を中心に広がりつつ、あるが、雑居ビルや集合住宅などでは、初期コストや維持管理面の問題が未だ大きく、普及は遅れをとっている。 壁面緑化では、大通りに面した建物や高速道路の防音壁としての利用が多い。出展、アーカイブド2006年11月30日、アットザウェイバックマシン、国土交通省屋上庭園、マンフレートクルーゲン、アーウィン・ピーティン、砂漠植物の整理、生態、九州大学出版。この事実は九百七十年代に、すでに植物生理学者や、 園芸関係者で周知であった東京都環境科学研究所の研究報告によると、高温、強高度、高アグリ作業喧嘩では、セダムは芝の4分の1の蒸発産で、鮮熱消費による冷却効果が得られないとされる。読売新聞2004年7月6日付、基板土壌に水があり、かつ、注意の光条件や低気温の場合であるならば、芝より、 セダムの方が蒸発産量が多くドイツのような冷温地に適しているという論文も発表されている。ハット立て通り新聞にてセダムそのものが我が国の屋上緑化では植物材料として脂質に欠けるのでありそれを優れた材料として推奨することこそ問題があるとした記事が掲載されている。出典、屋上、壁面緑化、暑さをしのぐだけでない。 アーカイブド2006年11月30日、アットザウェイバックマシン、神戸新聞、2006年8月13日付、出展、屋上、壁面緑化空間は近年、どの程度創出されているか、国土交通省、2006年7月4日付、ありがとうございます。